記事、太巻きだけ、うん、結構ボリュームもあったかな、4つ載ってて、なんか海鮮太巻き、ウニイクラのせみたいな、豪華だった、美味しかったでございます。贅沢もなー、いやー、あとは1日やることをやりつつトークポートをしてのんびり来てました。本当は配信の前にお風呂入って、まあ、すっぴんでいいからちょっと配信終わったらすぐ寝るようにしようって思ってたんだけど、さっき昼寝をしちゃったからお風呂に入りそぼれたぜ化粧してるからねいいんだけど寝落ちしちゃった。本当に最近寝落ちしちゃう、ちょっと涼しいなと思いながらほーんって目を閉じると寝ちゃいますね。掃除機欲しい最近の欲しいもの、掃除機、ルンバとかなんか自動でやってくれる掃除機欲しいな。自分で持っててもなんかかけない気がする、掃除機ダメ人間だから海鮮巻き美味しいよね、くら寿司かな、海鮮細巻き、あんまもともとでもね巻き寿司って食べない人種なので今日多分珍しい、自分的に珍しく海鮮の太巻きを食べました。タジヤッホーヤッホー、こんばんは。そう、お家の大改造をしてさ、私トイレにねお家のトイレにキンズのものを全部飾ってたんですよ。今までみんなからもらったさ4周年のプレートとか誕生日のフラスターにかけてあったやつとか、すごいねもう一回なんだろう、いろいろ写真集とかかけ直したらすごいいい感じになりました。今度ぜひ見て、見せてあげる、うちのトイレ今度めっちゃキュインズって感じ、エモい。タジその T シャツはマスカ、これは初代キュインズ T シャツです。うん、初代私がデビューしてからは最初のになるかな、その T シャツ。なんか怖いよねこの人、怖いからまつげ描いた洗ってもこのまつげ消えないんだよね、怖いから可愛くしました自分でりなちゃんこんばんは、やっほーこんばんは。タジ懐かしすぎて、タジさ行ったか、行ったタジが通い始めてくれた時ってまだ売ってた、これそんなに長く売ってたっけ。これりなちゃんこんばんは、やっほーこんばんは。 CT くんやっほーこんばんは。タジまつげ逆に不気味じゃね、いやなんかいやー怖いじゃんこの人、なんとか抗ってまつげ描いたけどなんか怖いじゃん、やだタジ多分それのサイン入ったやつ持ってるよ。じゃ結構長く売ったのかな、東京キャンドルの時にでも売ってたかも、東京キャンドルらへんで来てくれた人に書いた気がするから、もしや売ってた、売ってたかもねこれ、これ結構長く売ったんだよねキュインズはですね、グッズたくさん今まで作らせてもらっていうか作ってもらってるんですけど、売り切り制なので新しいグッズが欲しいのでみんな
グッズを買ってくれみんなグッズをゲットしてくれ。新しいグッズがそしたらできるんだ。私クローゼットに入ってた推し編禁止で抱えてました。タジさんの場合推し編はしてないので、はい推し編はしてないから大丈夫なんじゃないですか。チーティー君チー牛で撃沈どういうこと、大丈夫生きて。チー牛、チー牛になんかされた、大変じゃん、抗ってこ。チー牛にはチー時間を並んでこれからルルルルルル。昨日しっかり寝たはずなのにもう眠い最近夜寝て朝起きる生活をしていたらですね、夜更かしができなくなりました。新グッズに T シャツ欲しいな。 T シャツね、いいよね、 T シャツっていいよね、いっぱい買っちゃうよね。私アクスタもねいいよね、一回出したけどあれは良かったね、可愛い。アクスタいいよな、前のやつすぐちっちゃかったけど大きいやつとか可愛いよね。アクスタでもいいし、アクキーの方が良くない、アクスタより。スタンドの方がまあ飾ってはいられるけどさ、キーホルダーの方が連れて帰れる。私冷静に考えたらチェキを先に沈めるのは衛生的にあれなので、ついに冷静になったオタク現る。アクスタだからいいというわけでもないが、実はアクスタだからいいってことでもないけれども、ええ、ついに冷静になったオタク。私前のやつ財布に入れっぱにしてたら首から折れた。そう、アクキアクスタってマジ折れるから扱いは気をつけなきゃいけない。気づいたらね折れてね、無残なことになっている時あるよね、ある。私はよくあった。アニメ好きだったから、今こんなにアイドルで流行る前からずっとアニメ業界でアクスタを扱っていたんですけど、取れた、なくなっちゃった。ピエン、マジピエンだよね。気づい、なんか破片があればいいけどさ、気づいたらない時って本当に悲しくなるよね。なんか物ってそうじゃない、なんかどこでなくしたかわからないものってさ、もう不安だし、もうなんかピエンピエーンってなっちゃう。私バンザイでアクスタ出した時、まひろさんがケースで尺しててすんげーって。あれはですね、 YouTube にねたくさん載ってるんですよ。実はジャニーズのお宅の方々がね、ジャニーズのファンの方々がですね、なんかいっぱいアクスタケースとか、何、生写真ケースとか可愛いのいっぱい作っててですね、私も一回推しメンのアクスタでアクスタケース作ろうって思ったんですけどね、推しメンのアクスタのサイズが規格外でやめた規格外だった推しメン、いやでけえでけえと思って、 YouTube に載ってるやり方のケースに入りきらないと思って諦めました。南月ケースあったらね、可愛く持ち歩けるから最高だよね。CT 君、駐車場出るのにお札小銭がなかったのよ。コンビニで万札食いすのに冷たい麺買っちゃったら、そういうこと？チー牛で撃沈って、ん？どういうこと？冷たい麺買っちゃったし、チー牛も買っちゃったみたいな話？あ、途中で食べたけど冷たい麺じゃ足りなくて、チー牛もプラスで食べたら撃沈したってことかな。なるほどね。私トークポとかウィズライブでこっちがマスクしてたらハッてなる。取ってとは言うかな。なんでマスクしてんの、取ってとは言うけど、恥ずかしいって言われたらしゃあない
ゆうちゃん諦めの早い女だから、恥ずかしいから嫌って言われたら、まあ今日だけだよってなるかな。でもせっかくのさ、なんかマスクしないで話せる機会がさ、マスクなしが良くない？私も逆にも化粧したくないからマスクだったりもするけど、推しメンとのトークはせっかくだから今の時代ね、マスクなしで話せるのってないからねって思うよ。喉痛いんよな最近、死ぬ死ぬかな、喉痛いんよな。CT 君好きやで、キムチ牛丼の誘惑に負けてチー牛と同時に購入して、食いすぎないよ。なんでキムチ牛丼で1個でよかったやん。なぜチー牛を買った？チー牛を諦めなさい、そこは。そりゃ死ぬわ、冷たい麺買ってチー牛とキム牛食ったら死ぬわ。なんだかんだ今のマスクしなきゃいけないのは僕にとって追い風なのです。シートはさすがに邪魔だけど、マスクなんか久しぶりにこの前タジオさんがジュース飲んでた時に、あんな顔だっけって思って、タジオさんマスク外したか、あんな顔だったね、そういえばと思って、この前なんかジュース飲んでるの見て、うんって思った。うんって、マジずっとみんなのマスクしてない顔をさ、オンラインで話せる人以外は見てないからさ、そろそろ見せてくれてもいいんだよって感じ。難しいけどそろそろ見せていただいていいんだよって。ひゆえくんやっほー、ふぐこぶぽいけなくてごめんね、全然また話せる機会があったら対戦してください。CT 君、いや、チー牛しか勝たんくて、うん、チー牛しか勝たんのは、それはそう。チー牛しか勝たん。なんかすごいさ、私、今日劇画みたいなさ、なんか、ここの色合いやばくない？こういう油、え？こういうなんか油絵みたいなのあるよね。なんか変。なんで？照明？なんか劇画みたいなタッチだよね今日のゆえちゃんの作画。どうした？知ってくんよ、チー牛しか勝たんくて。知ってる？好きやってね、トッピングってできるんだよ。なんかキム牛にチーズかけてくださいとか、チー牛とあとキムチトッピングでって言ってもらったらいいと思う。そんな米2杯はあかん。私いつレニーかな、ベニーでなんかカフェラテみたいな飲んでた。シティ君あんな顔、いやなんかさ、なんとなくさ、やっぱみんなの顔覚えてるけどさ、久々に見るとさ、こんな顔だったなって思うじゃん。怪物くんやっほー、お久しぶりです。元気してた？めっちゃ久しぶりじゃない？元気？たじゆかつ飲み物も飲めねえ、やっぱアイドルみたいに後ろ向いて飲まなきゃ。タジオはアイドルなんだから、ちょっとちゃんと水飲むときはなるべく後ろ向いて飲まなきゃ。うん、ゆうくんライブ行ってないからマスク顔の認知がない。確かにゆうくんの場合、私逆にマスクしてるとこの方が見たことないわ。そうだね、確かに、そういえばそうだね。CT 君ちなみに汁物がまだ残ってる、明日飲みなさい、温めて、明日も温めて飲みなさい。たじとりあえず高菜明太マヨ牛丼候補ないことを小1時間と食べしたいお気持ち。高菜明太マヨってでもさ、あんまなんか頼んでる人イメージないかも。私の周りの子はマジチー牛しか頼まないから、チー牛かカルビ丼頼む子しかいないから、高菜明太マヨの存在を、私だって存在してるんだねって感じ。美味しい美味しい、まあマヨって最強だもんな。わかるわかる。怪物くん元気だよ。お元気ならオッケーです。シ
ステーキお持ち帰りは初だったね。お持ち帰りだからこそ残して明日食べなさいよ。限界だなって思ったら、ちょっと置いといて明日の朝食べよっかなでいいじゃん。なんで家で食べるのよ。怪物くん、そろそろ早く、そろそろ会わないとだね。ねえ、お会いしたい。待ってる。待ってますね。たじ食ってみ、飛ぶぞ。飛ぶの。そんなうまい高菜明太マヨ。どのタイミングでさ、高菜明太マヨを食べようと思った？みんな。みんな。私はもうなんかチー牛はさ、やっぱチーズっていうのは美味しいイメージだから、チーズだよなと思ってチー牛を食べ出してからもうチー牛の魅力にとらわれてしまったんだけど、いやくんマヨかけると大体うまくなるから、マヨすごい、マヨネーズってほんとすごいよなあいつ。マヨネーズってやばい。CT 君、朝は逆に食えんのよ。知らんのよ、もう。知らんのよ。それはもう自業自得なんよ。たじ、高菜も明太子も好きだから、あ、高菜も明太子も好きで、高菜明太マヨがあったら、それはもう、高菜明太マヨしかないね。一択ですね。確かに。くまさん、こんばんは。やっほー。くん、チーズバーガーがうまいんだから、チーギがうまいのも当然の結果。うん。チーズバーガーも最高だよね。なんかハンバーガー、おしゃれなさ、おしゃカフェでさ、ハンバーガーとかさ、食べるときさ、なんか、マジよくわかんないハンバーガーとかいっぱいあるじゃないですか。なんか、みたいな。これは何が入っているんだろうみたいな。そういうときって私、大体とりあえずチーズが入ってるやつを選ぶのね。とりあえずチーズ基準で、あ、これアボカド入ってるから苦手だからやめとこうとか、あ、これはいいかなとか、あ、このチーズ、あ、なんかダブルチーズって書いてあるからこれしようかなとか、困ったらね、チーズバーガーをとりあえず頼んじゃう。おしゃカフェで。あるじゃん、おしゃカフェってか、ハンバーガー屋さんみたいな。わかんないじゃん、賞味。なんだこれって。それなんや、うん、チーズバーガーは本当に美味しい。天才ってか、ハンバーガー考えた人が天才。私バーガー系はトマト入ってなきゃ。そう、トマトってさ、結構トラップだよね。私の場合玉ねぎなんだけど、ハンバーガーに入ってるや、なんか野菜ってトラップじゃない。おしゃカフェってさ、絶対さ、トマト入れてくるじゃん。トマトもまあ、私まあハンバーガーに挟まってればまだいい、いやあんまりって感じ。私もそんなトマト得意じゃないからな。さ、チーズバーガーとか照り焼き頼むとさ、玉ねぎって入ってくるじゃん。玉ねぎ、私ちょっとあ、わーってなっちゃう。一回フレッシュネスでオニオン抜きでってちゃんと言ったけど、はるちゃんに取られた。取られたじゃん。間違えた。うちでハンバーガーを作るとき絶対チーズバーガー。家でハンバーガー作るってマジもうなんかすごい、なんか家庭って感じで最高だと思う。家でハンバーガー作ったことないっすね。全然ないっすね。あのスーパーとかでコンビニで売ってるチンするハンバーガー一回ハマってました。うきちもそのフレッシュバーガー美味しいじゃん。わー、食べたことないか。モスも照り焼きか、とびきりチーズ。とびきりチーズって最高だよ。私クラブハウスサンドにトマト入れよって言ったやつマジで、やっぱなんかさ、彩りとかいうやつさ、ちょっとあれだよね、下げだよね。なんかさ、苦手、自分で自炊する時とか苦手な人参とかいらない、入れないんだけどさ、それだと彩りがとか言われてもさ、いや、私は食べるんで彩りとか大丈夫ですみたいな。彩りとか知らねえし、万事の気持ちで生きてる。トマト入ってんのだって大体でしょ、彩りでしょ。そう思ってる私。ダイナーエア
わあ読めない。プラタマさん、ん？プラタマさん、初見さん、こんばんは。こんばんは、立花ゆりと申します。CT 君ハンバーガー苦手です。はい、了解です。私赤が欲しいならケチャップいっぱいかけて、うん、その気持ち。他のもので彩っていこう。トウモロコシも苦手なんですけど、コーンもさ、なんか彩りでさ入れてくるけどさ、黄色いものは大丈夫ですってなっちゃう。ミックスベジタブルの色合い苦手なんよね。野菜苦手だから、ミックスベジタブルのうーんってなる、あの緑とオレンジと黄色の、あの冷凍のガサガサしたやつ見たら食べれない、苦手。ハンバーグとか食べるとき付け合わせとコーンだと本当にってなる。コーンだけは食べれない。マキチいつもハンバーグ多めに込めるから、余ったら焼いてバンズにレタスと一緒に。バンズがねえんよ家に。多分あんま家にバンズある家ないんよ。平野くん、トマトの水分でパンがふやけるケースもあり、バーガーにトマト合わせるのは難しい。ほら、こういう意見もあるわけですから、トマトっていうのは絶対に入れないといけないというものではないと思います。 CT くん完食した、おめでとうございます。私コーンは必要でしょ。コーンはいらないです。私は あげます。私のコーンあげます。食べていただいてお願いします。コーン食べれないんだよな、自分でもよくわかんないんだけど、コーン苦手なんだ。と普通にコーンスープとかは好きなんだけど、なんだろう、噛んだ時の味が苦手かも。焼きとうもろこしとかなんかひょーってなる。焼きとうもろこし食べたらもうあーるるってなっちゃう。おじじさんこんばんは。こんばんは。私この前の夫のライブ映像もらってない、まだもらってない。昨日の五反田は私個人的にもらったけど。ゆうくん、ゆうちゃんの子も食べる仕事に就職したい。就職してもろってお願いします。お給料はちょっと出せないんですけど。お願いします。このキチバンズはローソンの L チキバンズ。ああね、なるほどね。でも私家ではやらないかな。やっぱりハンバーガー食べたくなったらマックしか勝たん、マックしか勝たん。私僕も個人的にもらいたい。トウモロコシですか。だいたいガスト行くとトウモロコシついてくるのは本当にあのごめんなさいの気持ちで置いて帰るから、ガスト行くとき誘うわ。コーン食べるっつって。あ、ライブ映像ね、ライブ映像の話ね。僕の友達にも粒のコーン絶対ダメな人。私絶対ダメだね。なんか無理だね。苦手。マキチバンズだけレジに持っていてエルチキ買わないっていうね。まあそういう場合もありますよきっと。ちょっとね、不思議なぐらいにね喉がバカ痛いので、今日の配信ちょっと30分までにしようかなの気持ちなんですけど、なんでしょうね、このめっちゃ元気なんだけどね、飲み込むと喉が痛いの。この前夏風邪をひいてから一生治んねえ。一応なんかさ、コロナじゃないかなと思ってさ病院行ってさ、あ多分違うねって言われたのにさ、熱もないし鼻水と喉が治らない。死んじゃう。平野くん、ガストでゆうちゃんのコーンをもらうふかい。そう、私は満面の笑みでハンバーグとエビフライ食べる。CT くん、コンビニ行ったせいで飛ぼ特
クポ完全に抜けてたし、あら、なんかお気に入りには入れてくれても買ってくれないんだって。嘘だよ嘘だよ。A 君今来たばっかね、ね、ごめんね。確かに最初ちょっと声変くれって思った。すごい気づける、気づけるや男じゃん、すごいじゃん。喋ってる分にはまあまあそんなあれなんだけどね、な、飲み込むと痛い。まけちゃんと耳鼻科行きなよね。またもう一回ちょっとかかりつけのとこ行くわ、治らんっすつって。かかりつけの病院マジなんかこんな感じで喋ってる。またちょっと同じ風邪ひけました、治んねっすって。たじガストメンバー遭遇イベ発動ですか。そうですよね、渋谷のガストとかだったら遭遇イベ発動可能性あります。終わりです。ゆうくん喉鳴らないと一緒このままなんじゃできるのよね。ね、なんか風邪とかってさ、マジどのタイミングで治ってるか分かんなくない？熱とかあったら、まあ、熱下がったから OK ですってなるけど、私の場合結構熱出ないけど鼻水が出る風邪ひくから、なんかこの私はいつ止まるんだろうみたいな、気づいたら止まってるんだけどね、薬飲んで。ちょい枯れ気味なね、今日おかもみたいな声してる、イエーイ。おか定期的におかもみたいな声になるアイドルです、こんばんは。というわけで今日の配信は30分だけだったんですけど、短い間お付き合いいただきありがとうございました。パチパチパチ。次は、次の金土日で3日連続ライブがあります。金曜日はちょっと重要イベントなので、都内近郊の方は遊びに来てください、よろしくお願いします。そして7月25日金樹主催おのみな卒業イベとあの子の誕生日イベがあります。7月25日は皆さん絶対に開けておいてください。開けといてね、来れない人も開けといて、わかんないけどなんか言ってみちゃうけ。またね、元気に会いましょう。金曜までに治るよきっと、えちゃん回復力すごいから。というわけで今日の配信も短いですけどありがとうございました。また会いましょう。今日も一日お疲れ様でした。じゃあおやすみ。締め時わかんなくなってる。おやすみ、バイバイ。